人を天の果てに送るのは至難の業。やり直しは効かず、子孫じれば二度目はありません。故に私は星の意志として問わなければならない。あなたたちの決意を、強大な相手を前に幾度倒れこぼたれようとも、皆でなら戦い抜けるという確信を、古き神にすら屈するようならば天の果てで待つ者たちに挑むべくもない。月に乗り私を捨ててどこへなり逃げるといいでしょう。さあ構えなさい。どれほど大層な試練を言い渡されるのかと思えば。なるほど、わかりやすくていい。その分ごまかしも効かないがな。まあ耐えてみせるさ。何せこっちには諦める理由がない。崩れそうなら支えましょう。微力でもそのために力を培ってきたのですから。まったく、あなたたちと来たら、相手は最強の蛮神の一柱、星の意志だと分かっていて。でも、ええ、私も負ける気はしないわね。全力でいただいてくぞ。全ての世界を救う最後の可能性、星と命の未来を。ああ、エルピスでは聞けずじまいだったことを今一度あなたに問いましょう。あなたの旅が良いものであったなら、勝利をもって示しなさい。Thank you.
星の意志として、最後の古き人として、あなたたちの勝ち得た強さを見定めましょう。星の彼方より届く歌を感じ、命の果てにある絶望を考えて、闇の中を進む術を。
最後まで歩むことをやめようと。ならば続けましょう。人が私を超えるまで。クリスタルに隠されし力を。幻の光よ。
これは未来の選別、歩むべき道のしるべ。武器を変えた、全ての技を見せましょう。光のクリスタルよ、ここに。聞いて。星の彼方より届く歌を感じて。命の果てにある絶望を考えて、闇の中を進むすべ。思いの力で越えなさい。さもなくば逃げるがいい。エクソだ。そう、最後まで歩むことをやめない。ならば続けましょう。人が私を超えるまで。クリスタルに隠されし力を。
光よ。まだです。終焉に勝ちたいのなら。やっと。